パルティ今なんじゃないメラメラとたぎれ眠っているだけの正義こんな僕も君こっくり乳液をたっぷり使ってムラなく染まるパルティカラーリングミルク。一人の女性がヘアカラーだけでこんなに雰囲気が変わるんだぞっていうところを、まあ、皆さんにお伝えしたいなと思ったので見せられればいいなと思いましたし、それぞれ可愛い名前がついてるのでそれに合ったシーンで、まあ、今は魅惑のアッシュという色なんですけど、まあ、自然体の可愛らしさみたいなものを伝えられたらいいなと思いましたし、夢見るブルージュになると少しこうクールなイメージだったりちょっと文学的なブラウンが入ってきたりとかで無敵ピンクが来たり、本当にこうそれぞれ表情だったり視線だったりでこう分けるように工夫しました、はい、なんかこう本当に変わるぞとかスタートするぞっていうなんか変化みたいなものが感じられて、まあ、歌詞も今なんじゃないっていうところから始まる、あ、今ここで私変われるんじゃないかなっていうすごくこう春らしくて期待感にあふれる楽曲だなと思いました。お願いします、はい、やっぱり髪色が変わるとなんかこう毎日一日一日が変わっていってどんどんこう生き方っていうものがすごく明るくなっていくと思うので、ぜひご自分の気分に合わせてこの色にしようかなっていうふうにヘアカラーを楽しんでいただけたらなと思います。最近あの動物の画像というか動物のこう映像ばっかり見ていて、仕事の合間とかなんかすっごいぽっちゃりした猫の画像とか見ながら癒されてます。いやー22、今今年3になるんですけど、やっぱり10代の時のなんだろうな、自分の学生時代のなんかプリクラとかが発見されて見てると、あ、なんか自分はこの高校生の時すごく大人だと思ってたけれども今と比べたらすごく幼くってなんか弾けてていいなって思って、あ、大人になったな私もって思いました。うん、友達とかにも割と構って構ってって感じなので構ってもらえるように割と話しかけてちゃいますね。ほっとかれたくないです、はい、やっぱり一つのこう役が終わった時とかなんとなく自分の中で区切りがついたなっていう時にまた新しくこう違う気持ちで挑みたいなっていう時とかに変えますかね。新しいことを何がしたいかな。冬はもう家にばっかりいたので、春になって暖かくなったら冬眠からここ開けて外に出たいなと思っております。プライベートでももう少しアクティブに光を浴びて前向きに生きていこうかなと思います。一つのこう仕事だったり役が終わったりすると私は必ず旅行によく行ってるので旅行にハマっております。今年は国内もいろいろ行けたらいいなと思ってます。私沖縄出身なんですけど、あの入学式の頃はもう桜が散っていてすごい緑の状態なので、卒業式の方が咲いてたイメージがあって暖かいのでなんか切なさがあんまりなかったですかね。みんなハッピーに別れていった感じですかね。なんか東京に来て高校で初めてなんか入学式卒業式の切なさみたいなこう季節感とのリンクが感じられましたね。やっぱり変化したり自分で新しい環境に身を置くっていうことはすごく素敵なことだし前向きなことだと思うので、慣れない環境で不安な方もいるとは思うんですけど、ぜひ自分に自信を持って頑張って一歩ずつ進んでほしいなと思います。パルティ今なんじゃないメラメラとたぎれ眠っているだけの正義こんな僕も君のヒーローになりたい
こっくり乳液をたっぷり使ってムラなく染まる。今の気分で塗り替える。パルティカラーリングミルク。